年が明けて初めての営業となったふれあい旬の広場相馬。野菜の詰め放題や旬の果物が入った福袋の販売などで店内は朝からにぎわいました。他にも地元産の白菜やネギなど寒いこの時期に食べたくなる鍋物野菜も豊富です。いつもここ新鮮なお野菜売ってるので買いに来ました。ほうれん草とか、なんか葉物と、あと大根なんかおでんとかにいいかなと思って。お松菜あとこれブロッコリー、うん、この新しいの買って新しい年に迎えようと思って。特におすすめなのは相馬特産のセリ。香りがよくシャキシャキとした食感で鍋に入れたり天ぷらにしても美味しく食べられるということです。天気もに恵まれまして、まあ、例年よりたくさんのお客様においでいただいているかと思います。うさぎ年ですので、まあ、店も、飛躍できるように飛んで跳ねてたくさんのお客さんに喜んでいただけるようなお店にしたいと思っております。今後は相馬特産のいちごなども店頭に並ぶ予定です。